我慢しろ。少しだがもうチャクラが練り終わった。ウチハノ、この一族の目を持ち合わせる俺こそが勝利するのは必然。これでやっと俺は一人になれる。いいカウンターだったぞ。動力が弱ったのを見逃さなかったな。何度も！そら無理だ。その唯一が俺だからよ。お前に合わせて練ったチャクラをもう己のものにして、わしの残ったチャクラをありったけ渡す。これを渡せばわしは寝ちまう。お前はサスケ一人救えないのに、なんでそんな強気でいられる。自分が決めたことに疑問持ったら終わりだ。お前はわしらにとっても唯一だった。だからサスケだってよ。ナルト、今度こそ消え去れ。サスケの勝利。では互いに和解の印を。ヘン！やんのか、落ちこぼれが。サスケ、お前と俺が戦えば死ぬ。死んだ。この感覚ってば、そういうことなんだろうな。惨めだな。お前はキュービー、俺はウチハの名によって里から疎まれ、のけ者にされていた。違うとは言わせねえ。全然ちげえよ。とんねえ、分かってねえんだな。絶対死なねって約束してたのに。ああそうだ、無限つくよみ。やべえじゃん、俺らがいなきゃ技術できねえんじゃねえか。さくらとかかしがまだ残ってる。なんとかするだろう。ナルト、ほかげか。兄さんももうすぐしたらあそこに顔岩作ってもらえるかもね。これで最後だ。俺はお前をずっと愛している。兄さん、もうすぐ会える。やっと戻ってきたかよ。お前も俺もあまり動くと血出過ぎで死ぬぞ。俺は闇に入り、
全てを切るための力を得た。俺を決して切ろうとはしなかった。お前の憎しみを受けてやれんのは俺しかいねえ。体が動かねえからってやけに口がよく動くじゃねえ。いいから答えろ。友達だからだ。てめえは一体何がしてんだよ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。それを説明しろって言われても正直俺もよくわからねえよ。すっげえ痛くてとてもじゃねえけどそのままほっとけねえんだってばよ。お前が昔常に一人でいるのは知っていた。バカなことをしてはわざと叱られようとしていた。他人と関わるためだろう。その時思った。お前の弱さがだんだん俺に染まってきたんだと。そしてなぜだか安心したんだ。だがそれは同時に弱さだと思った。火影になりたいとほざくお前と一緒に任務をこなし互いに強くなっていくのを実感した俺は俺が痛くなったんだ。お前の痛みが分かった時初めて仲間と思えた。俺だっていつもお前が一人だのは知ってた。すぐにでも話しかけたかった。目標になった。何にもなかった俺がつながりを持てた。俺にはない強さがあったからお前はいつも俺の前を歩いてやがった。これはナルトの記憶。将来の夢はほかげを越す。なめんじゃねえ。俺は逃げねえぞ。受けてやる。でもお前と違って絶対ほかげの名前を受け継ぐんだ。でも痛えの我慢してみんなの前を歩いている奴のことだ。だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。確か父と同じだったな。火影になった者が皆に認められるんじゃない。皆から認められた者が火影になるんだ。兄さん。そうか。それなら見せてくれ。まさか今度こそマジで天国なんじゃ。どうやら俺たちは朝まで寝ちまったようだな。こんなになってまだやる気かよ。足りめえだ。何度だって認めてやるよ。俺の負けだ。俺のやりてえ勝負はその後だってばよ。なあナルト、うん、俺はお前を認めちまった。無限つくよみの芸術は俺の死後左目をかかしにでも移植してやればいい。死んで決着つくなんて思うなよ。死ぬぐらいなら生きて俺に協力しろ。またお前に盾つくかもわからんぞ。そしたらまた止める。つかもうお前はそんなことしねえよ。お前の方はまだ分かってねえのかよ。そういやお前も意外にバカだったもんな。ありがとう、さくらちゃん。さくら、すまなかった。すまなかったって、何が？ちゃんがろうよ、バカ。ナルト、
この時の俺はあのお前の言葉を思い出していた。その感覚がこの時やっと分かったんだ。兄弟だったイタチの苦しみや思いが俺に伝わってきたのと同じように、お前の苦しみや思いが同じように伝わってくるだろうと。俺に憎しみをぶつけてきてもおかしくなかったはずなのに、俺はその思いすら切ろうとしたってのに。